皆様こんにちは。ボケ日和の著者である認知症専門医の長谷川でございます。本日は号外です。号外漫画ボケ日和観光記念、矢部太郎さんと、長谷川のオンライントークイベントのお知らせになります。2023年、今年ですね、今年の3月20日月曜日の、夜19時からですね、夜の7時から、矢部太郎さんと、オンライントークイベントをさせていただきます。予定は1時間ほどであります。ですから、皆さん、携帯だとかテレビだとかこういうのでですね、パソコンで、見ていただければいいかと思います。今回僕のボケ日和を、いわゆる大家さんと僕だとか僕のお父さんなんかのいわゆることをミリオンセラー作家である矢部太郎さんとが漫画にしてくれたわけなんだけども、2人はどういう出会いがあったのか、でどうして漫画家になったのか、あと取材の時のエピソードだとか、漫画になった反響だとか感想みたいなものを、お話ししていきたいなというふうに思っております。今回のこの番組でですね、URL コードを、貼っておきますので、よろしければ申し込みいただければありがたいと思います。残念ながらまだ現地というわけにいかないものですからオンラインのみです。で、URL コードをクリックしていただくとですね、申し込みというのがあるんですけど、実は申し込みに2つ申し込みがあるんですね。1つはただ単純に見るというやつですね。で、このいわゆる視聴チケットは、今回は500円いただきます。で、これ例えばこの3月20日の月曜日の19時にはとても見れないんだよねっていう人に関しては、1週間はこれはいわゆるアーカイブ配信というか見ることができますので、決してこの、3月20日の月曜日の19時に間に合わなくても、1週間の間に見ることができますので、それは割と余裕を持っていただければいいと思います。で、視聴チケット500円というのはただ見るだけであります。で、もう1個あるのがですね、矢部さんのサイン付きの視聴チケットになると、後で、視聴もできて、後で矢部さんが書いてくださった、可愛いサインがですね、ついたものが、これが2300円になります。ただ、残念ながら皆さん、よく誰々さんへって書いてくださいっていうのがあるんだけど、これはできません。で、サイン本はこう、後で送ります。終わってから送ります。あと、海外も送れないということですね。で、ご容赦願いたいと思います。ぜひ僕もどんな話になるのかなとちょっと期待してるし、本当に1時間で終わるのかなというふうに思ったりもしてますし、一応こう優秀なインタビュアーの方も、ついてくださりますので、僕も矢部さんも、とても通常持ってない新しい、回答も答えもなんか喋れればいいなというふうに思ってますので、よろしければ、視聴チケット500円が安いのか高いのか僕も分かりませんけども、500円で、もしサインチケットもサイン入りの本も欲しければ、2300円ということで、視聴できますので、ぜひお申し込みしてみてください。